皆様、こんばんは。本日はお忙しい中、横浜パラトリエンナーレ2017センスオブワンです。溶け合うところ第2部、不思議の森の大夜会へご来場いただきまして誠にありがとうございます。私は本日司会進行を務めます船本由香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。パラトリエンナーレは2014年にここ横浜で始まった、障害のある方と多様な分野のプロフェッショナルによる国際芸術祭です。多様な人々の出会いと共同の機会を創出して、誰もが居場所と役割を得られる、そんな地域社会の実現を目指して3年に一度開催しております。今回の横浜パラトリエンナーレ2017では5月下旬から実に多くの市民の皆様の参加により創作活動を続けてきました。本日から9日までの3日間その成果の発表を行ってまいります。それではただいまからオープニングセレモニーを開会させていただきます。はじめに主催者を代表して横浜ランデブープロジェクト実行委員長島田京子より皆様へご挨拶申し上げます。プロジェクトの実行委員長を務めさせていただいております島田でございます。今日はこのお席に大勢の方にお集まりいただきまして大変ありがとうございます。